誰もが立身出世に憧れ武功を追い求めた戦国時代、槍の半蔵が相手だ。全員まとめてかかってこい。だが出世だけが全てではない。槍一本に人生をかけたわしのような生き方もある。わしの名前は渡辺半蔵守綱。くしくもご主君の元康様は俺と同い年。天の巡り合わせを感じる。お家のためにこの一心を捧げよう。16歳の時に松平元康様、後の徳川家康様にお仕えする。そして17歳で初陣。それ以来数々の戦いに参加。敵将轟武兵の首、この守綱が討ち取ったぞ。槍一本を握りしめ、無我夢中で戦場を駆け回る。槍働きが得意なわしは、俺がお役に立てるのはこれしかない。槍の道を極めるんだ。これからも槍の腕前でご主君に奉公しようとますます気合が入る。しかし懸命に稽古に励むわしを見て、バカの一つ覚えみたいにそんな棒切れを振り回したって酒が知れてるぜ。聞き捨てならんな。どういう意味だ。嘲笑う同僚もいる。いくら槍の腕を磨いても一度に一人倒すのが関の山だろ。出世したいなら槍よりも兵法を学ばないとな。なんだと。確かに同僚の言うことは一理ある。兵法を学べば大将になって一度に多くの敵を倒せる。だがお前の努力は見当違いもいいところだ。これじゃあ将来命運が分かれるのははっきりしてるな。なんと言われようとわしは自分ができることに全力を注ぐのみだ。そんな中、わしの人生において忘れられない一戦が起こる。者ども出陣じゃ。ある日主君の家康殿が今川家の軍勢と激突。一進一退の攻防が繰り広げられるが、敵もなかなかやるで。切っても切ってもキリがない。次第に味方の肌色が悪くなり、そしてついに家康様の宿所酒井忠次様の部隊が総崩れとなり、これ以上持ちこたえるのは無理か。やむをえん。引け引け。徳川軍は敗走を始める。すると勢いに乗った敵が一気に押し寄せ、追撃しろ。誰も逃がすな。今川家に逆らったことを後悔させてやれ。味方は壊滅の危機に陥る。追撃戦はたとえ同じ兵力でも追われる方が圧倒的に不利だ。こんなところで死んでたまるか。逃げるがガチだ。おい。ましてや今は味方の損害も大きく、まともな兵力はほとんど残っていない。このままでは家康様のお命さえ危うい。家康様が無事に逃げ延びるまで敵を食い止めなくては。誰一人ここは通さねえ。わしは覚悟を決め、ただ一人戦場に踏みとどまる。それからのことはよく覚えていない。とにかく一心不乱に槍を振るい、てめえは全員地獄へ道連れだ。うわー。敵の血しぶきで空を真っ赤に染め上げた。この奮戦の甲斐あって敵軍は追撃を断念。なんだあの命知らずの武者は。家康様は無事に戦場を離脱し、生きながらえることができた。この戦いで武名を挙げたわしは、半蔵守綱、こたびの働きあっぱれであった。今わしの命があるのはお前のおかげだ。もったいないお言葉にございます。家康様にも認められ、槍の半蔵の異名を取る。それから大変ありがたいことに、守綱殿の働きは本当にすごいな。ああ、まさに武士の誉れ、我が徳川軍の誇りだ。ちっ、あんなのただのまぐれに決まってる。わしに憧れる若い兵士たちも増えてくる。やがて時は流れ、合戦に鉄砲が導入されるようになる。槍の時代は終わりだ。これからは鉄砲の技術を身につけないとな。なんとでも言え。それでもわしは槍一筋、日々の鍛錬を欠かさない。その後もわしは家康様の数々の戦いに参加。命がいらない奴はかかってこい。槍のサメにしてくれるわ。しかしなかなか出世の機会には恵まれなかった。わしは一兵卒として戦い明け暮れる。お前未だに領地の一つももらえてないのかよ。俺もだけど。たとえ報われなくても忠義に励むのが本当の武士だ。そして第一戦で戦い続けた結果、ようやく領地が与えられるが、その価値は現在の300万円。決して多くはない。しかし、あんなに頑張ってたったそれっぽっちか。領地がいただけるだけありがたいことだ。不平不満を言うつもりなど毛頭ない。槍の道で家康様をお助けすると決めた以上、うわうわ、矢でも鉄砲でもかかってこい。迷わずたゆまず、ただ邁進するだけだ。するとやがて足軽50人を預かる足軽頭に取り立てられる。憧れの守綱殿の組に入れて光栄です。俺もです。三島指導してください。共に徳川家を盛り立てていこう。ちっ。その後もわしは74歳まで現役で戦場をかけ、まだまだ若い者には負けん。追い者と思って侮ると命がいくつあっても足りんぞ。槍の半蔵は当家の宝じゃ。ありがたき幸せ。徳川家のために生涯を捧げる。
わしは決して器用ではなく、兵法も鉄砲も習得していない。時代遅れと言われようと、わしにはこれしかなかった。ただ自分の道をひたすら追求してきただけだ。その結果、身分の高くないわしがなんと徳川十六神将の一人に数えられる。これほどの幸運はない。家康様、わしも今そちらへ行きますぞ。家康様の死の4年後、わしも息を引き取る。もちろんあの世に行っても自慢の槍で家康様をお守りするつもりだ。